おはようございます。聞いてないって、今日先行販売って。あ、だからちょっと急いで、今から。あ、笑っちゃダメ、笑っちゃダメ、笑っちゃダメよ。先行販売よ、に買ってきたいと思います。寝起きやばい。今日は11日発売のミスドの新作の先行販売がやってるらしいので、今からちょっと行ってきたいと思います。うわ、ヘッド。あれね、あの撮影の時はセッティングというものがありますから。はい、ということで今日はこちら、ミスドの新作とビアードパパの新作を買ってきました。まずミスドの新作は、1年で一番楽しみにしてるチョコレート系。鎧塚シェフっていうのが有名なシェフさんがおるらしいねんけど、その人とコラボしてミスドミーツ都市鎧塚、鎧塚式加糖ショコラドーナツ全4種が11日から発売されるらしいので、そちらをね、先行販売で購入してきました。こんなおしゃれなミスド今までございましたかっていうぐらいにはおしゃれ。いいことあるぞー。見て、やばない？よく買ってんな。あうわ、最悪なんですけど。やっぱいつか絶対こうすると思っててんな。落としちゃった。これから食べよう。証拠隠滅で。ピスターシュでございます。もうおしゃれ。断面こんな感じです。やばい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 、めっちゃ目覚めた。早速いただきます。うまっ。うまい。ショコラ感えげつな。これピスタチオホイップらしいねんけど、まだピスタチオの味はしてない。うわ、ピスタチオや。うまーい、うまーい。私もうこのショコラ感にびっくりしてんねんけど、今生地もさ、めっちゃサクッとするし、しっとりでもあるし、めっちゃ美味しい。うまい。やばいやばいやばい、うまい。なんかどこぞの高級品みたいな。粉がさ、こんなピスタチオ感はないねんけど、まあ、見た目が可愛いって感じなのかな。これはショコラ感がすごい。ごちそうさまでした。なんか下にさ、この食感の重なりが鎧塚式加糖ショコラドーナツ。なんかショコラパウダーでめっちゃ怖い感じ出てもうた。この食感の重なりが。続きまして、モンブランを食べたいと思います。聞こえた？聞こえました？変えて。あ、ちょっとマイク変えようかな。はい、ということでマイクチェンジ入ります。マイク変えました。断面はこんな感じ。いただきます。うおー、モンブラン、うますぎる。もうめっちゃしっかりマロン感。でもなんかショコラホイップとマロンホイップが一緒になって入ってるから、こう鼻に抜けるときに一緒にこうマロンマロンっていうのが出てくる。マロン、うまっ。しかも上にな、なんかキャンディングアーモンドっていうのが乗ってて、この黄色いの、これの食感もアクセントになっててめっちゃ美味しい。うまい、うますぎる。私生地めっちゃ好き、これの。やば、うん、マジで。なんかホイップもあるから余計パサパサ感とかも一切なくてめっちゃ美味しいんよ。やば、うん、うん。最近甘いの食べすぎてやばいんだけど、かゆっ。なんか気づかぬところで脂肪が増えてそう。うまい。何これ。最後いただきます。ごちそうさまでした。次はノアドココを食べたいと思います。真ん中にキャラメルソースを絞ってるらしい。美味しいに決まっとるやんな。断面こんな感じです。これボロボロ落ちるから結構注意せなあかんかも。いただきます。キャラメル、なんか塩キャラメルのこう濃厚な甘さとほろ苦い感じ、甘いホワイトチョコのバランスが最高なんですけれども、めちゃくちゃ甘い。で、このサクサクしたココナッツロングのトッピングもめっちゃ美味しい。うん、すごい。カロリーの味がする。うまっ。こんな私キャラメルをさ、まんま食べたん初めてかもしれん。うん、
うまい。甘党の人これやばいかもしれん。めっちゃ美味しいかも、ね、逆に非甘党は多分1個食べられへん気する。それぐらい甘い、うん、すごいなこれ。すごいよお前たち。これ鎧塚さんのお気に入りらしい。シェフ見てますか。美味しいです。うん、うまっ。うわすごい。うん、最後いただきます。ごちそうさまでした。すごいもう甘い。私たまに食べ放題とか行くじゃないですか。その時に感じる食後の甘さと4つ食べた後の食後の甘さ同じな気がするっていうぐらいに満足感がすごいんよ。ちょっとおしゃれすぎて大丈夫って感じ。逆に続きましてトリオレショコラ。これはもうそらショコラって感じでしょうね。断面こんな感じです。いただきます。うわなんかすごっ。ケーキみたい。ケーキです。うまい。しかも上にキャンディングアーモンドとカールチョコがトッピングされてます。それも美味しいな。この一発目から胃の中に大量のドーナツが来てこんな甘い。体もびっくりしてるよね。あれみたいな、今日朝一からヨガ行く予定でもなかったっけみたいな。昨日の夜とか柔軟とかしてもう完璧みたいな、いつでもおいでみたいな感じやったわけ。体からしたらねえんけど、動き出したと思ったらあれなんかドーナツ入ってきたみたいな。うん、おいしい。すごい、もうチョコ好き必見って感じ。1年の間で一番好きなドーナツのコラボって感じやねんか、私の中では。もうチョコ好きの私からしたら。うん、てかさ、マクドの値上げやばない？なんかミスドもさ、食べ放題が値段もめちゃくちゃ上がってきたりとかさ、マクドもさ、値上がりみたいな。え、もう公式みたいな。でもそれと機会に給料も上げてくれれば別に問題ないやん。別にな、うちらだってさ給料が上がれば入ってやるよぐらい感じなわけやんか。ちっ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 ち、給料はそのまま値段だけ上がっていく。あーしんど。じゃあせめて休みを増やせって感じ。うん、おいしい。いただきます。ごちそうさまでした。はい、ということで続きましてビアードパパを食べたいと思います。マイク食べた、マイク食べてないです。いちごの新作とアーモンドの新作が出たらしいにゃんか。それを購入してきました。それのクッキーシューの方。私もクッキーシューファンなので、いかにこうザクザクがあるか。あれ、私ティッシュ。まずこのいちごの方から食べたいと思います。はい、断面こんな感じです。もう結構ギブなんですけどみたいな感じではあんねんけど、私このクッキーシューのこの生地が好きやから食べれます。おお、勝ちました。ありがとうございます。この酸味やばい。あ、ここに来てこの酸味は勝ちですわ。あー美味しい。うん、結構コクのある生クリームにいちごの酸味がめっちゃ合ってて、しかもそこにサクサクのシュー。うん、うん、あ、入ったかもしれん。パパ活最高って感じ。皆さんぜひパパ活を。いちごスイーツみたいな食べてんか、この前。あれめっちゃ美味しかったんやん。だから食べれて嬉しい、いちご。ごちそうさまでした。アーモンドプレリネ酒。断面はこんな感じです。すっごい、もうアーモンドって感じ。アーモンドです。すごい、いただきます。うん、口に入れた瞬間からアーモンド、そして鼻から抜ける瞬間までずっとアーモンド。まあそりゃそうやねんけど、もうアーモンド、アーモンド、アーモンドプラレリネってなんなんやろな、まず。砂糖を加熱してアーモンドを加えて小さく砕いてロールで微細にするとペースト状になる。これをアーモンドプラレリネと言いまして。だって世の中には知らんことだらけですわな。私あさってからまた関西に帰省するんですよ。西成のさ、ホルモン食べたい。今なんか甘いもん食べてるからめっちゃしょっぱいの食べたくて、ホルモン食べたいなって思ったんだけかもしれないけど、あとあそこのあれが美味しすぎてさ。
もう一回食べたい。あれ昔ショート動画出してんやん。めっちゃ伸びてるっぽくて100万回超えてんねんな。コメント欄すごいことになってんねんけど、好き勝手書きやがってと思うねんけど、まあ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 伸びてくれてるからええわ。最後いただきます。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はですね、ミスドの新作とビアードパパの新作を食べてみました。いかがでしたでしょうか。特になんかミスドの検索で見てくれた人も多いと思うんですけれども、まだ11日から発売なので、ちょっと気になった方はね、ぜひまあどっちもやけどチェックしてみていただけたらなと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。雨もうダメかもしれない、甘すぎて。ということで、もう緊急、もう急ぎで動画回して、え、待って推しピン落ちててんけど、怖っこの家。ちょっとでも参考になれてたらいいなと思いながら、練習頑張りたいと思いますので、ぜひコメントお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。